明日の熱中症情報です。まずはお天気から見ていきましょう。東北から九州にかけて広く強い日差しが照りつけます。ただ九州北部や関東北部を中心に急な強い雨や雷の可能性があるためご注意ください。北海道は日本海側で雲が多くなりそうです。雨の降る恐れがあります。外出の際は折りたたみ傘があると安心です。昼間の気温はどんどん上がりそうですね。特に東京や名古屋など東日本では猛暑日となる地域も出てきそうです。それでは熱中症情報です。気温が上がるということで東京以西の地域を中心に紫色の危険レベルということになっています。また北日本でも札幌では注意レベル、仙台や新潟厳重警戒レベルとなっています。このように熱中症対策がまだまだ欠かせません。最新の熱中症情報はスマートフォンアプリウェザーニュースから見ていくことができます。昼間夜間それぞれの熱中症の危険性が見られますのでぜひご活用ください。以上熱中症情報でした。